皆さんこんにちは。あなたの一歩前ラジオの時間でございます。時刻は日曜日の19時を回りました。主政クラブ昼の沖縄会場公認あなたの一歩ラジオ、私はここで勇気を出して前に進んだの時間です。この番組はですね、毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも、必ず困難があり、ターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいのかをお聞きして、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいと、そんな思いからお伝えさせていただいております。 MC はですね、株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。そして、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンさんより19時30分まで放送させていただきますので、皆さん最後までお付き合いください。そして最後はですね、笑っていいとも方式を、しておりますので、今日のゲストさんから次回のゲストさんをね、ご紹介いただくということになりますので、どなたになるか、お楽しみに最後までお聞きしていただきたいなと思っております。そしてこの、番組はですね、SNS でも配信しております。 FM ギノワンさんの、YouTube チャンネル、ホームページ、そして、株式会社一歩前のですね、一歩前の YouTube チャンネルの方にもしておりますので、 YouTube チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。あとね、サイマル放送も行ってますので、スマホで聞く場合、リスラジかね、マイチューンレディオをダウンロードしていただいたらですね、現全国でこのラジオを楽しむことができますので、皆さんどうぞ視聴しやすい環境に合わせてお聞きください。さあ、早速今日のゲストさんのご紹介させていただきます。第1回目のゲストさんですね、女性が来てるので華やかになると嬉しい、株式会社解放商事のセントローレント牧社長でございます。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。いやね、お願いします。いや、やっぱね、前回一人で撮りましたけど寂しい寂しい。今回ね、牧社長にお越しいただいてます。なので、これからちょっといろいろお話をね、前半後半に分けて、あなたのターニングポイントっていうことでね、お話をさせていただきたいなと思うんですけど、まずね、牧社長、なんで1回目のゲストさんなのかというと、沖縄で僕が最初の企業さんの研修をさせていただいた、導入いただいたのが、解放商事のセントロイト牧さんですので、まあ、これはね、このご縁を大事にしたいなと。そして、昼の主政クラブでお会いさせていただいたのが入り口でしたので、まあ、1回目はね、やっぱね、まあ、もっさりおっさんより、やっぱり女性の方がやっぱいいですからね。そんな、ね、ことも合わせてね、牧さんにお越しいただいております。牧さん、今日はどうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してます。ね、緊張します、緊張します。さあ、牧さんなんですけど、まあ、自己紹介というの、まあ、さらっとですね、ね、何年生まれって言って女性に言うのもどうかと思いますので、年齢はね、ご想像にね、お任せいただければと思います。ですよ。美魔女みたいになってますね。なんですけど、ね、株式会社解放商事さんの社長さんでやってらっしゃって、まあ、じゃあ、まず一つ、会社のですね、どんな会社なのかっていうことをちょっとご説明いただきたいなと思うんですけど、解放商事ってどんな会社なんですか？はい、解放商事は、沖縄産の、サトウキビからできた黒糖を原料にして、いろいろなお菓子を作っている、製造会社です。でも、製造だけではなく、最近卸とかもやってますし、得意とするところは OEM 製造ですからね。小ロットからも、小さい、プラン、企画も、受けたまってますので、結構得意としてます。はい。いろんなメーカーさんの商品を作ってます。なんかローソンにもね、御社の商品が置いてらっしゃったりとか、先日マレーシアにも行かれたりしてらっしゃるんでしたっけ、はい、ですよね。そうですね。コロナの前は結構もっと、海外の、出荷も多かったんですけど、ちょっとコロナでストップしちゃって、今最近やっと少しずつ復活させるようにして。黒糖ね、僕内地から来たのであれなんですけど、やっぱ沖縄では黒糖って、まあ、黒糖と三品茶の飲んで長生きするみたいな話聞きましたけど、ミネラル成分も結構入ってるんでしょ、黒糖って。
はい、サトウキビ由来のミネラル成分がたっぷり入っているので、まあ、白いお砂糖に比べると、栄養素もたっぷり入っているので、体にいいです、うんうん。そうですよね。そう、なんで、僕もその、黒糖をね、クラウドファンディングで、インドに行かさせて、テッドで行かさせていただいた時もですね、うん、マキさんのところのその、リターンでお返しするのに。ありがとうございました。とんでもございません。ありがとうございます。いつも。トライアスロンでも、アスリートにもね、また行った時に配りたいなと思ってますんで。ああ、ぜひ、お願いします。さあ、そんなマキさんなんですけど、まあ今ね、社長やって、ね、会社の社長をやってらっしゃいますけど、そもそも創業者なんですか？いえ、私は2代目で。そうですよね。創業34年で2代目って言ったら、もうそもそも10歳ぐらいの時にやったのかみたいな、そんな感じになると思いますから、まあ2代目だと思いますけど、まあ今、この番組っていうのはターニングポイントっていうのをお聞きはしてますが、セントロフレンとマキさんって外人なんですか、そもそも。沖縄市生まれの、はい、沖縄人です。うちなんちです。あ、ですよね。はい、で、就職されたのが多分、海保さんに就職されてね、社長さんやられることになってますけど、その前って、沖縄で、はい、沖縄市で育たれて、はい、沖縄の高校に行かれて、はい。はい。で、まあ、就職されたと思うんですけど、そもそも、マキさんってどんな人だったんですか？まあ、可憐なね、お綺麗な感じで、こう、皆さんに、と思いますけど、はい。いえ、はい、簡単にお話しすると、そうですね。結婚する前の話 しますか、ちょっと。あ、どうぞしていただいて。はい。結婚するかなんて言われてもね、はい、どうぞ。もともとは、通訳とか、ちょっと英語を使った仕事に就きたいっていう夢があって、うんうんうん、で、それで、就職は、基地内の、に就職してました、最初は。で、結構。米軍のね、基地内の。はい、そうです。あ、米軍、沖縄の米軍基地の中で、秘書とか通訳とか、そういう仕事をちょっと やってて、で、結婚し、で、主人の、仕事の都合で一度、海外、アメリカの方に転勤があったんですけど、で、その、後に戻ってきて、父の会社を手伝ったのが、海保商事に入社したきっかけです。あ、なるほどね。あ、そうなんですね。じゃあ、もともと通訳の仕事をやろうと思われて、はい、お仕事されてらっしゃって。そうですね。はい。で、じゃあ、アメリカで旦那さんと一緒にね、向こうでお仕事されてらっしゃって、で、帰ってきて、ん？継ぐために帰ってきたんですか？それとも帰ってきて継ぐことなんですか？帰ってきても、ただもうなんかなんだろう、お手伝いみたいな感じで最初気持ちは。はい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 。入って、で、営業の仕事から企画とか任せれるようになって、うんうんっていう感じで今に至るんですけど。なるほど、なるほど。二代目は全然正直つくつもりなくて、最初は。お一人っ子なんですか、マキさんって。あ、私は三名兄弟の一番末っ子で、それなのになんで？です。お兄ちゃんとお姉ちゃんがいるんですけど、まあ、二人とも継げない環境っていうか、そうですね。兄は、公務員をしているので、うん、まあ、そもそも継ぐつもりはなく、姉は、海外に住んでるんですよ。うんうんうん、なので、まあ、継げない状況で、で、私も、もともとは、継ぐつもりはなかったんですけど、うんうんうん、父が体をちょっと壊してしまって、あらな、うん、で、そうですね、急遽。そうか、そうか。手作れないかっていうことで、はい。それで2代目になりました。はい、ああ。継がれたのは何年前ぐらいですか？1900、何年だっけ ?1900 何年かわかりま、わかりません。じゃない、2012年です。ごめんなさい。メモで応援しました。2012年ってことは11、2年ぐらい前、12年ぐらい前ですね。うん。あ、そうなんですね。はい、2011年ですか？2011年かな。ああ、だと思います。はい。ありがとうございます。なるほど。そうですね。で、2011年に会社継がれて、はい、で、なる予定なかったのに、こう、実際継ぐことになって。
で、なんか、まあ今、ターニングポイントの話ですけど、まあ一つは、ね、会社の社長になられたってことがターニングポイントかもしれませんが、なんか、一歩目、その会社を継がれて社長になれた時の仕事が、最初の仕事が、なんか結構大変だ、みたいな。普通に順風満帆な感じに、順風満帆でいい感じに実際こうね、お姿から、雰囲気から見られますけど、とんでもございません。最初はどんな感じだったんですか？ 2011 年継がれて。ですね、最初に、まあ、2代目になりまして、最初に大きな仕事があったんですけど、それが、取引企業様に謝罪しに行くっていう大きな仕事がありまして、土下座をしに行かないといけなかったっていう。いやいや、ヤクザですか、逆に。まあでもあれですね、2011年って、その土下座することになったのって、なんでそんな、普通ならないじゃないですか、普通。そうですね。まあ、さっき話したんですけど、父が病気で2代目急に継ぐことになったので、本当に私、右左も分からず、経営のスキルも全くないままに継いでしまったんですけど、まあ、それでもまあ、いろいろ自分でも勉強しながら進めていて、で、3.11のああ、震災のね、東日本の。その時に、まあ、商品を、黒糖って包装パッケージがないと作れない商品なんですけど、この包材を作っている、包材の原子を、このプラスチックの元になる原子を作っている、工場が、東北地方にあるらしい。私たちは。あるんですね。目撃じゃん。で、この3.11の震災に見舞われてしまったようで、この、原子を作っている工場が。で、この原子が、いつ入るかわかりません。いつ作れるかわかりません。なので、包材がいつ届くかわかりません。みたいな状況になって、私が就任してすぐに。で、今、普通注文すると包材って1ヶ月以内に届くんですよ。なのでちゃんと逆算していつ頃に欲しいからいつ注文してそうですみね。たいにやるんですけど、その時にもいつ届くかわからないって言われると、もう商品って包材がないと、あ、できないです売れもんなね。くて、そう。なのでもう、じゃあ急いで注文しないとって感じで、もうあらゆる商品の包材を、注文いっぱいしたんですね。そしたら、いつもと違うタイミングで入荷して、いつもとタイミングで、いっぱい種類を注文したので、いっぱい届くイコール、お支払いも一気に発生してしまう。それで、恥ずかしい話なんですけど、キャッシュフローがうまくいかなくなってしまって、もういき要なはりおで金すね。払えない状況になってしまって、お金がなくって、会社の。で、払えない。で、包材メーカーさんに、払えないので、ちょっと分けて払わせてください、みたいああ、な。分割とか、ちょっそうとで言いす切れね。とか、そう。それで、いや、できません、みたいな。で、そもそもなんでこういうことになったか、説明しに来てください、みたいな感じになって、それで、企業、お取引様に、すみませんでした。で、謝ったんですね。待って、土下座しに行き、こういうプランでお金払わせてくださいみたいなお願いをしに行ったのが、就任して初めての大きな仕事でした。すごい。いや、なかなか土下座ってね、なかなかないですよ。映画の世界ですけど、でしかね。まあでもその話はちょっとね、後半もそこからスタートしたところの牧社長のね、苦悩の日々をね、話をお聞きしていきたいなと思いますので、じゃあここで一旦ね、CM で入ろうと思います。皆さん前半ありがとうございました。ありがとうございます。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、
それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。さあ後半に入りましょう。マキさんね、ありがとうございます。前半お話をお聞きして、社長の一発目の仕事が土下座だと、まあ、こんな感じすごいな。で、それでまあそんな入り口のところからスタートされて、まあ多分めちゃくちゃ頑張ってお仕事されたんじゃないかなと思うんですけど、どうされたんでしょう。はい、いろいろ皆さんあると思うんですけど、うん、ありましたよ、いろいろ。ありましたな。主になんか営業とか、もうもちろんその会社のね、運営とか経営とか、まあ資金繰りとか、いろいろともちろんされると思うんですけど、営業もされるんですか？もちろん営業します。はい。ああ、社長自ら営業されて。はい。私も今営業。ん？ん？何ですか？何でもないです。何でもないです。あれ、パッケージのデザインとかもやるんでしょ？はい、やります。そうよね。いや、なんかね、もうちょっと今商品なくて申し訳ない。おしゃれなんですよね、ほんと。ありがとうございます。いや、ほんとあれなんでしたっけ、ムチムチきなこ。ムチムチきなこ。僕はムチムチキムチって前言ってましたよね、確かね。僕ね、私やってない。僕はムチムチきなこシリーズ、ムチムチきなこと、あれなんでしたっけ、ムチムチ、ムチムチシリーズ。あのムチムチシリーズのパッケージもマキさん。はい、はい、私がデザインしました。ねえ、なんかそういうデザイン系もやってたんですか？全然、もう、なんだろう、思うがままに作ってもらってる感じ。あ、ね、そういうのね、やめたほうがいいですよ。私、デザイン、センスありますみたいになっちゃうから。はい、OK、OK、わかりました。ありがとうございます。まあ、でもデザインやって、ね、営業もやって、で、実際、もちろん経理っていうか、その会、ね、資金繰りとか、社長業とかでもされますし、会合とかね、多分出られたりとかされてらっしゃると思うんですけど、まあ、一生懸命働いて、で、ずっと働かれて、一つでもターニングポイントがあったっていうふうなのをお聞きしたんですけど。はい、ありました。はい、何年前だ？ 4 年。5年前。はい。はい。病気になりました。病気に、はい、はい。それが多分ターニングポイントかなと思うんですけど、その前、まあ、2代目になり、何ですか？ 2 代目になって、はい、2代目になり、はいはい。なって、まあ、会社に気づいて、うん、社員さん、スタッフさんみんな、うん、やっぱ2代目ってなった時に、同じ方向に、私と一緒に向きましょう、行きましょう、頑張りましょうっていうのを、うん、結構やっぱり最初大変で、うん、チームワーク取れなくって、なんでだろう、どうしてだろう、どうしたらいいんだろうみたいな時期がすごくずっとあったり、あったんですけど、うんうんうん、で、4年前に、病気になったんですね。うん、まあ、癌だったんですけど。癌？癌？はい、癌だった。ちゃって、でそれで、それもなんか2回続けて手術をしないといけなくって、うんうん、なのでなんか前後してそうですね、半年ぐらいかな、半年ぐらい仕事が まとまりできない時期があったんですけど、でその前から結構ちょっと、あの、いろいろ軽くがんって言いますけど、何がんですか？軽くがんになってふんふんって言いましたけど子宮系の癌で、子宮、要は子宮を全部摘出してます。ああ、なるほど。うん、それはその見つかったときは、ステージいくつだった？1B なので、まあ、初期の。初期、あ、なるほど、よかった。はい、はい、大丈夫、うん。今も全然転移もなく、元気。ああ、よかった。はい。でもですよ。でも、そうなって、半年間、それは、半年、だってすぐ入院に、手術になるんですか？まあ、検査して。そうですね。最初、筋腫が見つかって、うんうん、その摘出手術をして、うん、で筋腫って、女性って誰でもでおかしいけど、できるものなんて、うんうん。で、それを、検査したら悪性でしたっていう感じで。うんうん、で、それでもう一回手術して、
子宮摘出、全摘ですね、全部取りますっていう。で、まあ、転移してると危ないのでっていうことで。それで、はい、2回手術。その、まあ、その、僕、まあ、男性じゃないですか。で、女性がさ、子宮全摘出するっていうのって告げられた時って、どんな気持ちだったんですか？もう子供産めなくなるわけじゃないですか。そうですね。結構突っ込みますね。そうですね。でもその時は、二人もう子供産んでたので、まあしょうがないよねっていう感じではあったんですけど、でもまあかなりメンタル的にはショックで、でも同時に、会社を持つ、経営してる人として、すごくどうしようってなって、ああ自分がその、そういう体になってるから、病気になってるから、なるほど。うん、で、そうですね。いろんなこと考えたんですけど、とにかくでももう頑張らんといけんなって、思って、で、そこでなんだろう、ターニングポイントっていうか、いろんな考えが変わった変わったって言ったらおかしいですね。とにかく頑張らんとっていう気持ちがすごく出て、で、そのから、スタッフさんみんなに、多分、態度が変わったのかな？わからないんですけど、そっから、1年ぐらいして、みんながなんかすごく前向きになってくれて。あ、じゃあ以前その2代目ついて頑張ってた時の頑張り方っていうの時は、社員さんがあんまりついてきてくれなかったっていうことなんですね。そう、そう。なんか、最初はやっぱり同じ方向に向いてくれなかったり。なるほど、なるほど。そうですよね。大体そうですもんね。うん、それでその癌になりました、で病気になった、でそこからまあ頑張った、でも前も頑張ってる、今も頑張ってるわけじゃないですか、その、うん、でも頑張り方が変わったことによって社員さんが前向いてくれたっていうことだと思う。そうですね。どういう頑張り方、どういうふうに変わったんですか？以前はどんなんで、ね、うん、なんかなんだろう、先生が難しい、なんて言ったらいいの、何を頑張った、うん、何を頑張った、そのなんか頑張りか、自分で頑張ってたのから、みんなにこう助けてもらうようになったとか。そう、説明をいっぱいするようになりました。おかしいな。なんか、合ってるから。コミュニケーションはすごく頑張りました。前よりも。うん、あ、じゃあ、もしく、ま、うん、これ、まあ、僕もよくありますし、経営者よくあるあるなんですけど、まあ、経営者ってこういうふうにしなきゃいけない、売上上げなきゃいけない、こうやって稼げなきゃいけない。まあ、それによって、社員さんがね、家庭も潤うし、給料も潤うしっていうようなことになるんで、頑張っていくんですけど、だから、こう、なんかこういうふうにして分かるよね、みたいな。こうだね、みたいな感じで、自分が突っ走ってるというふうなところ、そんな感じだったんですか？そうかもしれない。そうかもしれないです。で、多分、言葉悪いんですけど、私多分、昔は口だけ言ってたのかもしれない。なんでわかんないのみたいな、多分、そういう話し方をしてたのかもしれない。で、その後に、自分から動いているのを、まあ、なんとなくですけど、見てくれて、同じ方向に向いてきてくれてるのかもしれないです。なるほど。わかんないですけど。いや、まあでもその、ね、研修ね、させていただきましたけど。そうですね、はい。すいません、話終わって。そう、頑張らなきゃって思ってる時に、主生クラブに入会させてもらって、まあ、立先生とつながさせてもらって、研修をね、させて、やっていただいて、その後からもすごくみんなの方向がみんな明るくなって。ありがとうございます。だいぶ本当に良くなりましたよ。ありがとうございます。いえいえ、でもね、その前からやっぱり雰囲気はやっぱりね、全員じゃないかもしれないですけど、やっぱ明るいですし、で、なんかね、その、マキさんにチラシをね、会社の中で社内でやるからって言って打ち合わせしたときに、なんか仲が悪いとか、上司が分かってくれないとか、うん、そういうふうな感じのチラシを僕が作ったら、いやいや、うちの会社は明るいです、みたいな。明るくて、で、みんなこう、まあ、和気あいあいとしてますと。で、もっと会社に来たくなるような会社にしたいので、だからセミナーやってくれって話を実際言っていただいて。そうです。
行ったんですよね。で、その時に、その打ち合わせの時は、なるほどなって、そういうふうに、今の話を、今の頑張るの違いで、以前はね、こうだっていう頑張るから、今はそのみんなで頑張ろうって言って、なんか相手のことを尊重してやってってる。そんな感じに変わられたんじゃないかなと思いましたけど、そうですか。多分そうでしょう。そうだと思います。はい。おっしゃる通りで。まとめていただいてありがとうございます。いえいえ、それ変えるのね、すごいなかなか難しいんですよね、ほんと。そそうでしょうね。なんか、経営者さんで苦労されてる方は、そういうこともされてる方もいらっしゃると思います。う。はい。なるほど。いやー、ありがとうございます。まあ、その大きな、こうね、その、まあ、正直、修正クラブのメンバーの中でも、いや、牧さんはなんかすごいよねとか、綺麗よねって話は聞くんですよ、僕も。いや、まあまあ、大体ね、大体いやいやってみんな言いますよ、大体ですけど。けど、なんかその、やっぱりそのいろんな苦悩があったりとか、ね、人にはなかなか実際言いにくい土下座の話であったりとか、体の病気のことであったりとか、いろんなそのターニングポイントが実際あって、ね、いろんなこう人の、まあ辛さとか、云々も合わせて今のマキさんがいらっしゃるんだなっていうふうなことは感じました。ありがとうございます。いろいろちょっと突っ込んだ話までして申し訳ございません。はい。最後ですね、こう今後どうされたいかとか何かありますか？今後、そうですね。まあ、もちろん、スタッフみんなで、同じ方向を向いて、いい会社に、楽しい会社にしたいなって思います。で、それがつながって、売上上がり、利益も上がり、で、みんなのお給料も上がり、みたいな、つながっていくと思うので、そういう会社に自然となっていけばいいなと思ってます。ありがとうございます。いや、でもなると思います。なんかいい感じですもんね、と思います。なんか、またお手伝いさせていただくってお話いただいてますので、させていただきますけど、ます。まはたい。できる、微力ではございますが、ご尽力よろさしせくお願いします。はい。ていただきます。よろしくお願いします。はい。早いものでね、もう時間が来ちゃってまして、ありがとうございます。ありがとうございます。で、最後に牧社長からね、次回じゃないですね。また、笑っていいと思うんで、ご紹介いただく会社さんは、なんていう会社さんの、どなたの方でしょう。ご紹介いただける方。総合放送はい。はさんい。と、川上社長川上社長。を、ご紹介させていただきたいです。ありがとうございます。10月8日、ちょっと先になりますけど、こうやってご紹介いただいたら、1ヶ月先にね、大体第2週目みたいな。っていうので、こうやって繋いでいければなとかって思っていますので、まあ今度、川上社長は10月8日の、また、19時からっていう形になります。で、来週のゲストはですね、合同会社アンドンの門江社長って言いまして、僕の TikTok にあれば、ユーチューブ、インスタをね、お手伝いしていただいている方で、本当ね、沖縄の男性で僕は今一番大好きな方。沖縄の男性でって言い方欲しいな。沖縄の友達で。はい。男女問わず、一番大好きなね、門江さんに、お越しいただくというようなことになっております。皆さん、あっという間のね、30分でした。本当にね、牧さん、お付き合い、ご出演いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。本当は貴重の、お時間をね、いただきまして、ありがとうございます。本日のゲストは、株式会社、海宝商事セントローレント牧さん。これからの活躍をね、楽しみにしております。ということで皆さん、また来週同じ時間にお会いしましょう。ではまた、ありがとうございました。ありがとうございます。MC 一歩前のダレちゃんでした。ではまた、バイバイ。